Hello everyone, Balkan on here playing Yakuza 6, Song of Life. So, this video, please subscribe and double click the bell for notification. I have a heart of compassion. 警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。There's a normal version I'll be posted to a tournament sucked up. さんか。ああ、俺だ。今は病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった。すぐ向かう。それじゃな。しばらく寝てろ。あ、風間おじさん、よかった。探してたんだよ。ん？これ絵を描いたんだ。これは私とはるかちゃんと風間おじさん。俺もだって、はるかちゃんのお父さんって風間おじさんでしょ。どうして。最初にお話ししてた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。私、お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんと和真おじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく描けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵、はるかちゃんにも見せてあげたいな。俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとう、おじさん。あ、
心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にハルカちゃんに見せてあげてね。ああ、任せておけ。初乗り。かしこまりました。それでは出発いたします。まあ、that was nice。キリュウさん。秋山。ん？なんだ。随分さっぱりしたな。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんね。伊達さんから大筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今のところ動きはありません。そうか。それよりキルさん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。キルさんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、はい、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村はるかの親代わりで、キリュってもんだ。だから、赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせない。キリュさん。親代わりとおっしゃいますが、親族ではないんですよね。でしたらキリュさんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？なに？はあ？確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあ、そういうことなんで、あなた方にお子さん預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるかも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。次はそちら。キリュウさん、どちらへ？俺は遥かの子をあんな奴の好きにはさせない。いや、キリュウさん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、キリュウさん。
尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には春人は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんた。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうだったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。本当にその子を連れていくしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。
考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんよ。落っことすなよ、そっとな、そっと。分かってるって。児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるんだよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな、そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。ん？ね、はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。They're so big, they're ice cubes. They're so big. Now, お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、
はるかが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか、ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これは遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、はるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まではるかに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さて、どうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は、はるかの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねその若造に、説教の一つも垂れてやらなきゃ、気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会って言や、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく、常に独立独歩。それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。はあ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため、極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのか、それすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対4課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだかな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、
はるかのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのはるかがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。はるか必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春田の父親連れてきてやってくれ。ああ、クヒだ。墓からも花桶からも小林一さん。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか。そういう風にも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。あ、this guy from the beginning? No、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。
東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの。こんなかわいいお客さん、初めてだから。普段来るのは、ろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それに、そろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京も。名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって。何見とるんじゃ。踊れ。酔って仇に喧嘩うのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったらぶち殺したらぞ。この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。ええ、死ねえ。遊びまぶけん。
Yeah. なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ、何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ、素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど、さっさと東京にいねや。ああ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。んー、もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃないかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん、飯野君。水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの、飯野君って町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし。ただ、布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったら、また飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。
アパートはここから海沿いを少し西に歩いていたところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。シートあんた、キリュウさんか。ん？キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ。キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？ふん。早ついてこいや。アバートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしとナグモとでキヨちゃんを取り踊った。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがな。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてから青春を再びじゃ。じゃナグモンバカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコラはわしにどつき回されとったんで。大して強はなかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気なんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。おい、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカタレも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭中取るが五六人の陳家な組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの。ここはよそ者が長居する町じゃないだ。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。お？ションベンか？よう、しまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっ
と、そう何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。Seems like she'd be closed early here, but maybe someone still got milk. Yeah, nonda nonda. So soon, home to go to sleep. What's that? Nanja, Omae-san. In this area, do you know the shop selling condensed milk?腹をすかす。もう、そらこの時間はどこの店も開いてるやぜ。あっそうか。ほら、ほら。カンパン。さあ、縦揺らしだ。高い高いをしてほしい。よしよし。よしよし。How am I supposed to know which one?なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。こんないかついおっさんが育児しとるんか。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変。知らなければいい。まあ頑張っ。まだ頑張っちゃう。ちょこの辺りで。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしがな、すまん。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。あとでお弁当を分けに行く。ほら。よしよし。よしよし。ほーら、横揺らしたぞ。さあ、縦揺らした。よしよし。高い高い。ほら揺れるぞ。
よしよし。それ、揺らすぞ。それ、ハッハッハ。横揺らしたぞ。あ、ファイナリー。いい子だ。この辺りで。もう、私コンビニでも。イベント来てる。よし、ガチャ回すぞ。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし。じいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛してるで。うん、ああちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああちいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちいちゃん知っとんの？うん、ちいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちいちゃん、よう知っとるの。ほら、ほら。ほら、高い高い。それ、揺らすぞ。揺れるぞ。さあ縦揺らしだ。それ、よしよし。横揺らしたぞ。はい、横揺らしたぞ。それ、揺らすぞ。ほら、高い高い。横に、よしよし。横に揺らしてほしいよな。さあ、縦揺らした。What the heck?高いをしてほしいらしい。それ、揺らすぞ。I keep forgetting to confuse something else. 横に揺らしてほしい。ほら、揺れるぞ。その調子だ。すまない。あげてくれ。赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。
ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。まいったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らないか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパート知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか。揺らすぞ。横に揺らしてほしいようだ。ほら揺れるぞ。縦に揺らしてほしいのか。さあ縦揺らした。そーれ。横に揺らしてほしいよ。ほーら横揺らしたぞ。その調子だ。